清水市は静岡県中部にかつて存在した市。現在の静岡市清水区の大半で旧神原町及び旧有井町を除いた部分にあたる特例市に指定されていた。2003年4月1日、静岡市との合体合併により、現在の静岡市の一部となった。静岡市と清水市を合わせて、清成、精神、生成という故障があり、それから、 生成合併と呼ぶことがある。日本平の登録に位置し、富士山を望む港町である。清水地区は天然の良好である折戸湾を持ち、古くから海運中継地として発展した。一方、江尻地区は東海道江尻塾の宿場町として発展した。本市出身の漫画家桜桃子原作の漫画、ちびまるこちゃんの舞台として有名である。また、日本では、 サッカー王国として、サッカーが盛んな地域としても知られ、J リーグ早々期には日本のブラジルとも呼ばれた。羽衣も伝説で知られ、旧静岡市と合併後の2013年に世界文化遺産に登録された三本の松原を抱える都市でもある。清水港周辺の空中写真。1983年撮影の12枚を合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成する側湾岸に位置し平野部から山間部まで広い地域を占める富士山の眺望が良く富士山と太平洋の絵画や写真は清水港とセットとなっているものが多く見られるまた東の横浜に比較的近い点から特に港湾観光娯楽の面では 横浜と対比されることもある。地域が広いので、鉄道駅を基準にした地域ごとに見る場合もある。清水市域に、人々が住み始めたのは、1万年以上前であったと言われており、5世紀頃には大集落、伊保原の国が出現している。律令制が確立する前は、露玄国像の原氏が治める露原国の国画が置かれ、駿河の国の中心地もまた伊原にあり、 現在の静岡県中部地域の中心であった。なお、日本初期には663年朝鮮、白月の絵の戦いに、当地から露言君神に引きられた万余りの賢治が、出向して行ったことが記述されている。また、日本穂高の伝説につながる、草薙神社や三穂の松原の三穂神社が、平安時代の演技式に記載されている。 上級の乱や梶原景時東滅等の先行により、清水武士団の正義拡大。吉川氏は聖戦。今川氏の両国を経て、甲斐、武田氏により、駿河が両国化されると、武田氏の水軍基地になる。江戸時代には、江尻に、東海道江尻塾が置かれる一方、清水港は、西国の阿公の潮等を江戸へ送る中継基地としての役割を担うとともに、 富士川洲運を通じた品の、海の方面からの海外輸送基地として栄えた。1930年頃の清水市の地図。大島洋造山田勝四郎塩原時三郎大石、恵ぐみ寺か、山田勝四郎山本正春鈴木平一郎いなな、通る透明亀作り、池上前作佐藤虎次郎等、中、男宮、城島広正農業、 工業、商業の3面が揃った都市として一部の地理教科書で取り上げられたこともある。か巻の生産が知られるが、日本平海外や山間部では緑茶の農地も多く見られる。清水港はマグロの輸入日本一で知られ、緑茶の輸出も行われている。また、バラの生産量はかつて日本一であった。臨海部の大企業は戦時中は軍事工場であったが、 戦後はその技術を引き継ぐ民生品製造工場として残っている。昭和20から30年代にはさらに隠し工場が建設され、清水の工業生産工は一時喧嘩一を誇ったが、産業構造の変化によりその地位を失った。また、えじり漁港を抱え、魚の缶詰などの食品工場も立地しているが、その割合はごく小部分を占めるに過ぎない。なお、 全体の工業生産工は一時の底を、ダッシュ近年は微増に転じている。清水市一帯で作られた瓦は清水瓦のブランドで流通している。第二次世界大戦後は、戦災や大型台風被害からの復興に伴い屋根瓦の需要が急増。1950年には204の工場で月産150万枚が生産され、静岡県内は元より、 関東地方や関西地方まで出荷するなど、一時は山州瓦、石州瓦、淡路瓦に日本三大生産地に匹敵する規模となったが、高度成長期に差し掛かると、売園問題が生じたこと、豪雨により用が水没する被害を受けるなど、産地としての条件は悪化、生産量は減少した。清水駅を軸に商店街が形成されている。百貨店は、 花火市百貨店が1964年から1972年まで存在したが、現在はない。現在は郊外型大規模店が多く進出しており、中心部は現在劣勢である。近年では、長崎や丸井、西風、大英、西友の5県が相次いで閉店した。さらに、生成合併の暁には、東静岡駅界隈に、 中枢機関を移転する構想が持ち上がっており、この際には、清水市街地、静岡市街地と並ぶ、第三局が形成されるため、静岡市街地と共に衰退を危ぶむ声も出ている。日本で五市に入る、サッカー王国として有名であり、J リーグチームの清水エスパルスのホームタウンである。市内の小中学校やグラウンドには、 夜間照明が整備されており、長期にわたってインフラ面を整備してきたことが特徴である。後に、清水東三番ガラスと呼ばれた、長谷川健太、堀池拓海、大江ノ木勝美の三人を擁した、清水 FC が全日本少年サッカー大会で全国優勝している。1987年から毎年8月には、清水カップと題した全国少年少女層、 サッカー大会も開かれている。しかし、2000年頃からは、清水をはじめとする静岡県中部勢の全国大会における低迷、エスパルスの低迷など、明るい材料が少ない。2005年に、長谷川健太がエスパルス監督となり、再建に乗り出している。中心駅、清水駅路線道路原表、清水駅前交差点路線高等学校以上のみを掲載する。 小学校及び中学校は、清水区を参照すること、公立私立一部、関連作品、合併以降の作品も含む、ありがとうございます。